ちは。ガリチャンネルののぞみです、今日ですね、少し遠出をして栃木県の那須塩原市、那須塩原温泉に来ました。イエーイ。前回ご紹介した武雄さんにまたナビゲートをしてもらって、今日はなんとサワガニ取りに行ってきます。私サワガニ食べたことないんですけど、今日は取れるでしょうか。それではどうぞ。それではこちらへどうぞ。よいしょよいしょよいしょ。どういうとこにいるんですか、カニって。まずは、はい、こういう石、はい、石をひっくり返すところも。いるー。ほら、いた。いるー。本当に。ここ一番多いんだ。あ、いた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 。うん。いたたたたたた。いた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 。いたいたよ。あ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。ほら、大騒ぎしてしまった。すごいすごい。だから俺が10分もやってて開けれるっていうの分かるでしょ、はい、こういう取れるから。こういう取れるところも少ないんだけど。水がきれいってことですか。そう、あの水があのきれいなんだ判断するときにサワガニに使うんだから、サワガニが生息してるところは水がきれいというまずは判断。なるほど。判断材料の一つで。はい、ズボンあげる。はい、ズボンパンツが。パンツがね、カニに夢中で私のパンツが見えてたらしくて。サービスショット放送できなくなっちゃう。あとね、意外とね、こういうとこにいるからね、水のないと、はい、昼間は土の中潜って寝てるから。はい、よし。意外とこういうとこ、こういうとこ、こういうとこに潜ってるから水がなくてもいるんですね。あのサワガニ冬眠するのね。冬眠するとき、そういう山の中上がって、はい、土の中とか石の隙間に入って冬眠する。あ、ちっちゃいのはでもちっちゃいのはあんまりちっちゃいのはなんだ、ここはチビガニばっかりだ。意外に石に擬態してるから。あ、本当だ。あ、こうやってじっとしてるんだ。擬態してる。すごいすごい。こんな素人な私でも。わ、待って待って待って。わ。少し濁りが取れるのを待つと、はい、見えるんだ。はい。ちょっと待って。ちょっと静岡に石を寝かして、はい、足を濁りが出たら、はい、濁りがちょっと取れてくるのを待つと見えてくるから。はい。かなと思ったら普通の石だった。ちょっと赤っぽくて。住んでるところによって色もほら赤かったり黒かったり、はい、白かったり、中に青いやつもいるんだからね。へー、すごい。なるだけ石をまたこうやって戻しておいてやると、はい、また進んでくれる。また入るからして、はい、いるたんとこあった。お、でかい。ちょっとまだ。へ、パンツを一回。すごい。すごい。もう2匹。痛い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 。戻す。ここにも、あ、今、行った行った行った。よいしょ。今いた。よいしょ。あのサワガニ取る場所の注意点としては、あの蛇に気をつけてください。中には毒蛇がいますから。はい。はい、なんか変わって土木臭いイメージがあるけど、すごい全然ここは
もう。だって天然の湧き水だな。そこに温泉が流れ込んでるから、あったかいからカニが暮らしやすいんだ。なるほど。汗だく。どうでしょう。楽しい。自分たちが食べるのにどのくらい持っていきたいか。こんぐらいあれば十分。はい。はい、だって。声が飛んでるよ。はい。こんなに取れました。これからこのチャンネルはのぞみずカニチャンネルになります。カニちゃんを焼いていくために焚き火台を作っていこうと思います。私が100円ショップで作った焚き火台です。じゃあ作っていきまーす。と思います。今日はバーナーちゃんに頑張ってもらおうと思います。文明すごい。サワガニ楽しみですね。どういう味がするのか本当にわからないんですよ。楽しみですね。カニを焼いていくんですが、串焼きにしていきます。竹尾さんが見本でこんな感じにしてくれました。私も挑戦してみようと思います。どうやって持ちますか。はい、指で持つとやられる。うん、ここをこう持てば挟まれないから。はい。で刺す。はい。じゃあ。これを持ってみる。はい。こうだ。うん、そう。はい。お尻の方から。よいしょ。もうちょっと下だとこう口のところで柔らかいとこ出るから、はいはい、もうちょい 下気味に狙ってやれば手前気味、うん、はい、こんな感じ。どんどんやっていきましょう。こうだ。よいしょ。意外と柔らかい。そして口の、口の方ね。このぐらい。取りやすいでしょ。はい。キャインキャインなんか言って。よいしょ。あ、ちょっとちっちゃかったかな。ちょ。あ、いた。よいしょ。初めて。ダメだ。うわ、結構かけた方が美味しいですか。うん、ほとんど落ちちゃうから。そうなの。魚と違うから。裏側。どういう味がするんだろうか。それでは焼いていきたいと思います。
これで30分ぐらいじっくり焼いていこうと思います。美味しそうに焼けました。ではいただいてみようと思います。いただきます。塩味が美味しくて、お味噌の味かなこれ。全然泥臭くなくて美味しい。うわー、カニだ。パリパリで全然足なんか香ばしくて美味しくて、中身はジューシー、うまい。はい、いかがでしたでしょうか。美味しくサワガニいただきました。こんなに自然が豊かで美味しくて、本当に今日はありがとうございました。これからもですね、いろいろな動画を配信させていただきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。